ザ・グッド・バイブスの塩田です。他の外国産のお肉と違ってすごく安定しているというところと、あとうちのパストラミのそのバランス的に赤身と、脂身のそのバランスが、アメリカ産のものがちょうどいいという点と、その長時間の調理に力強い繊維質といいますかが耐えられるという部分がアメリカ産のビーフを使っているところです。パストラミだいたい 1.5 センチから2センチぐらいの厚さで、カットしているんですが、長時間低温で火を入れているので分厚く切っても柔らかく召し上がっていただけるというところですね。ホロホロトロトロのパストラミサンドをぜひ食べに来てください。